りだよ。すごいな。赤と白のシマシマのラグビー日本代表の方も来てるよ。大丈夫ですか。ありがとう。後ろの方もありがとうさんじゃ。あ、異国の者もおる。あ、異国の方もいらっしゃいます。さあ、マコ大大さんの物が集まりまして、これから武将隊の演舞でございます。に皆様も物の舞の楽しみ方、勝ち時を一緒にあげていただきとうございます。勝ち時とは戦勝祈願でござる。右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーとみたび声に上げるものにござりますね。皆様にはこのえいえいの部分を省いたおーこの最後のおーの部分を共にやっていただくとござる。よろしいか、みんな右手の拳ご準備くださいありがとう。異国のもの分かっとるかな。えいえいおースリータイムオッケーオッケーな。はい、通りましてございます。はい、さあ参りますか。加速者それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。さあ、とりあえず我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の不集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は大変なる、その暮らし楽にある。民は必死に生きております。殿様は400年前全国の世と何も変わりませぬ。故に方々は呼び出す。秀吉、ここはどこじゃ。戦場にございまする。ここは大きな挟違いまする。ここは三方小原。違いまする。天使、ここは長城か。違うの。ここは関原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。あるか。面白い。やろう、出陣じゃ。あさあ、皆の衆、手拍子じゃ。
思ったことがないのか。ない。かっこいい。当たり前だ。さあ、皆者を撮った写真は後で合体させ。いや、信じる道を貫け。撮ってれば笑顔の桜が咲き誇る。我が人生のようにな。我こそは天下御免の歌舞伎者、前田圭次郎とします。いざ参る。いや、この大局百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世口だ、豊臣秀吉。さあ皆の衆、わしが見えたら元気よく手を振ってちょー。はい、元気よく手振ってちょうよ。そうじゃ、そうじゃよ。恥ずかしがらずに元気よく手を振ってちょう。ほれ、お主らもたくさん振ってちょう。手がもげるくらい振ってちょうよ。ほれほれほれ、はい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 。そうじゃ、そちら側もありがとうさーん。あっ、ああ、逃げるが勝ち。うわっ、早い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 。わしが最高豊臣秀吉じゃ。はあ、吹るな、投げるな、その思いは尽きるか。その男は誰も見たこともない夢を見た。破裂に波動を全うした天下人、織田信長。天の内を比べれば夢幻のごとく、ひとたび賞を受け滅せぬもののあるべきか。我が名は第六天魔王、織田信長である。皆の者、名乗りを上げよ。我らが名古屋おもてなし武将隊、今ここにおりない。はあ、誰も考えることのなかった天下布、それがわしの夢じゃった。なさる。その通りにございます。わしは信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃよ。そして元の演武となる徳川家康様が作りし言葉、武器を伏せて太平の世とする、その精神はこの時代でも続いておる。ですが今もまさに戦国太平になると皆様も苦しい人をよう戦っておると聞いております。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。長篠の戦いにございます。であるか。しかと目に焼き付ける。1575年、武田軍は後ろ辺りを知る三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。サウル。はっ。この度の武田軍を抑え込む働き、あっぱれである。お褒めに預かりありがたくしません。退却する武田軍の殲滅もお前に任せる。
敵の数は千里半分か、もはや誠意も失われておりまするぞ。あるか。あんな古けども放っといても甲斐はありますまい。サウル、あ、はあ、橋場秀吉、武田軍の殲滅に参ります。あるな。凛太郎、東馬、すぐに出陣するぞ。ああ、よろしいのですか。何がじゃ。退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。わしが断ったとて、年以下他の武将がやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだでな。こう立てればそれだけ地位が上がる。地位のために人を殺めるのですか。仁太郎、きついこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、仁太郎の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城や様々な分野においてその才を発揮なさっております。これからもそういったことでこう立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事は皆同じじゃ。城を作っても後方で戦の準備をしようが、結果としてはそれが人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何も変わりはないかね。おつらございますな。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりませぬ。先生も人を生かすためじゃ。信長様は時にご無体なことをおっしゃる。じゃあそれは戦場への一番の近道だかね。早う戦の内容を作って農民が米作りに集中できるようにせりゃいかんでな。私はこの手を汚したことを一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔していかんがね。わしらはずっと先の日の本のことを考えないかん。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は笑えるんだがね。ええな。はい、参るぞ。羽柴秀吉、気を持って武田軍を殲滅いたさあ皆の衆、こたびは名古屋城へよう参った。我ら名古屋おもてなし武将隊はこの現世によみがえりし以上、皆に寄り添うて生きていきたいと考える。それこそが現な演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ちの希望をあげる。はっ、名古屋とここに集まりし皆々の幸せを願って勝ち時じゃ。それはい、はい、あー、はい、はい、あー、はい、はい、あー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、バイ。
いやー、今日はたくさんの民が私のためにありがとうさんじゃった。1,2,3,4 ありがとうさんじゃった。4人でわしら今年結成10周年迎えたり、4人でよかったな、2人増えた、2人よかったよかった、よかった。午前に比べて2人増えたということで、しかしながら名古屋おもてなし武将隊、今日初めて見たよ。ちょっとどれくらいなんじゃ実際のところ。今まで何をしてきたんだよ。危ない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 、その住所だけ教えてくれ。やめなさいナンパはやめなさい。いや実は工場にもすでにナンパをして。あ、なるほど、じゃあ逮捕だよ。ちょっと逮捕、わしを置いてくな。今わしが踏みたい、わしがお笑いをやってる最中、わしのお笑い。あ、今わしがお前の住所を聞く時間ではない。助けたなよ。我らだけではございません。服部半島忍者隊の面々もおりますので。 お前が忘れてたんだよ。確かに。じゃあ服部半島忍者隊出てまいれ。しかしながら、わしはだけではありません。しどれエレクシャー入りだ。お前傘かぶっとった。いやいや、やはりまだこの日焼け防止を。悟りは、まあ、いろんな、まあ、変化の術も使えるでな。今はこの商人といってな、要するにヌシラと同じ格好をしてるつもりなんじゃが。まこと？ただ400年前のおヌシラの格好をしとるで。逆に目立つな、サトリでございますな。取り付けてない方が溶け込めそうじゃけどね。思いっきりブラックコーデですと。そうだな、ブラックコーデ、黒い衣を身にまとい、真っ黒というのはもうなんかこのちょっと悪そうな歌舞伎門が着るような格好でございます、ね。なるほどな、もう何とか分からんでちょっと黙ってもらっていい？黙ってほしいな。ほら誰も分からない。いいじゃん。帰るわ。黙ってもらっていいから、帰ってもらっていいかな。じゃあ帰るわ。そうそう。ではありがとうございます。いや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 。ごめんなさい、止めてくださり。ああそうか。必死に止めてくれたあそこのトーマだけ。あそこはちょっと止めたぞ。まあ、ございますか。そんなこんなんで我らは名古屋愛知を押してるわけだが。ヌシラに伝えたき言葉がある。ああ、それがこちらである。ドドン、ようこそ名古屋へ。そしてよく名古屋城を選んでよく来てくれた。我らが血を見て人権を組むがゆえ、思い出だけではなく記録に残してからくり機にて持って帰るがよい。ああ、それでは正面から取ってまいる。開始じゃ。一つ二つ、目線が欲しかった、手を振れよ。3つ、いや、ありすぎる、ありすぎる。手振ったら振れるか。5つ、ではこれにて。もうそれからくり振ったら意味わかんないじゃん。じゃあ、皆さんこちら、こちら参ろう。みんな愉快ですな。よしよし、手振ってるやつは後でな。後で何？1つ、後で住所聞かれるぞ。2つ、嘘の住所、ね、年賀状送ります。5つ、4つ、5つ、ではこれにて。よし、ありがとうございます。皆後でしかと名古屋おもてなし武将隊で拡散いたせ。さよう。1つ、2つ、まあ、どうしても住所を教えたいというものがおれば、我らはファンクラブなるものもやってるからな。そこに入会すれば強制的に住所は聞くことになる。5つ安心しちゃう。我らはお主の住所見ないからな。安心してしまうよ。個人情報は大切に。ただ本当に年賀状がいくことに。あ、誠にあの家臣団というファンクラブが入って誠に年賀状が届くということで我らからね。では忍者隊はこのうちどういたす。はっ、この地は我らは15時45分まで東門の付近におりますがゆえに、みんなお撮影しよう。写真を撮ろうということじゃ。では忍者隊大義であった3が大きな拍手を。ありがとうございます。まあ、改め我ら名古屋おもてなし武将隊、さらっと、申したけれども、今年結成10年を、迎えるにあたって、このように多くのものが名古屋人遊びに来てくれるということで、我々も10年を迎えることができた。まあ、今となっては全国に100近く我々のような武将隊というものができて、それも我々が10年という歩みの中でたくさんの出会いがござったゆえに多様な結果となったわけじゃ。これからも長くこの名古屋の顔として我々も戦働きをしたいがために、我々の姿を11月30日10周年祭という全員エンプで込めて、お届けするゆえに、ここに集まった皆は住所は教えねえから見に来てくれという願いじゃ。11月30日は開催無料
無料、名古屋城の20両だけで楽しむ。今日楽しかったら年間パスポート2000で売っとるで。そんな4回取れば元取れる、元が取れるということで、ぜひとも来てもらいたい。また、そしてそのような周年祭だけでなくテレビやラジオのレギュラー番組なんかもやっとるんじゃが、2月に我ら舞台公演が決まりまして、こちらも毎年行っている舞台公演で、絆と呼ばれる東海テレビ殿と共演をしてお届けした舞台で、延べ4万5千人を動員しておる、舞台公演でござる。こちらの方が2月の22、23日と2日間にわたって行われるゆえに、ぜひとも足を運んでほしいと願いたい。しかしながら、ここでもう早速年齢が、わしが主軸を務める千秋楽はもうすでに完売となっているということで、他にもこの著名人なんかも呼んで一緒に戦をするので、ぜひともみんな振るって、参加権を手にして遊びに来てもらいたいと。ぜひ遊びに来ていきましょう。信長様がお教えじゃ。そうですな、信長様が。私の言いたいところ全部言われた。そうですな、まあ、ぜひいろんなことやっとるで、まあ、全部ひっくるめて我ら名古屋おもてなし部招待ホームページなるものもあるで、そこを見ると一気に今刑事が言ったことであったり、その他のことが見られるので、ぜひぜひこの後確認をしてちょうよ。ということで、せっかくなので今から写真撮影会第2弾を開催いたす。素晴らしい。ありがとうござる。今から織田信長様を実は覗いて、わし秀吉か前田慶次どちらか一方と写真撮影ができるここを設けるんじゃ、この後今から移動してまいる小さなお子、体を怪我しとって不自由なもの、年配のもの、あと妊婦であったり、異国から来てちょっと飛行機の時間があったりして時間がないものを優先的に前に出してあげてほしいんじゃ。その他のものは順次後ろに並んでってほしい。そうじゃな、誠に残念ながらわしは正門付近で何やらレストランバスというものが走っとるということで、そちらの出迎えを指名を受けたけど、ね、忙しいんじゃ。何を笑っておる。指名を受けとるで、6回目ぐらいだぞ。かなりやってるこの出迎え。わしは多い。そしてそれが終わり次第、わしは向こう方正門付近で4時までおもてなしをしておるでな。ここで写真を撮り終えたものはどうしてもわしと撮りたかったというものがおよそここには 9.5 割いると思います。そのものは正門付近で待ってるからな、ここをすっからかんにするように。ということで、では前田刑事からまずは、刑事と撮りたきものは外の者たちは敷物をゆっくり畳んで返してから青い箱に返して